はい、今回はミカエルのね評価をぶち下げていきたいと思います。まあ多分ねみんな強い強い言ってるんでね、そんなことはないよってことをね、まあ、証明していきたいと思います、この動画でね。まず見てくださいこれね、その弱っちい友情って言いたかったけどね、まあ割と削ったね。まあまあでもね、さすがにできないの限定キャラなんで、この性能ドッキリは M も乗るんでね、友情に。まああとちょっと見てください、読むの長くなっちゃうんでね、あの答えるんで長す、え、さ、まあ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 、超絶スパークバレット、超絶ソリッドバレット、超絶すぎやろ、超絶すぎて、正直超絶、ちょ、噛むな、噛むやろ、それ、こんだけ言ったら。で、まあ、とりあえず倒す、は？まあ、いやいや、で、これね、難しいね、防御、アップさせない研究さ、さすがに。なんてこった、オーマイガー。あーすいません、ちょっとネイティブなの出ちゃった、ネイティブなの出るぐらい強いね、あ強い、強くないやろそんな、びっくりしたわ、今は耳疑うわ、強いって言ったやろ、気のせい気のせいで、まあここまでいったらね、あとちょ倒しとかも使おう、ギャンマンも 2P やね、次 2P でまあこう削っていくわ。まあまあこれはね、こういうのは誰でもハマればできるんでね、うん、すいません、鼻鼻ちょっと寒いんで。どうしよう。倒せる？あっち側を倒せるかな、正直。あー、なるほどね。なんか痛そう。なんかずるいよね、この針みたいなのに刺すのが。なんか、どうかと思うわ。しっかり。あー、そう来るか。そのタイプね。そんなね。まあでもそんな強くないよね、今んとこ。どうも。強くないよね、そんなに。って思ってんだけど。どうかね。あー、なるほど。やっつけれるんだい。嘘やろ。どうなってんのこれ。なんか弱くなってない、ってるなるんだ。ザコども。まあ、これは適当に暴れたらね。まあ。あのね、コネクトスキルがやっぱね、2体ましか積めないんでね、そこら辺がね、ドッキラー M つけて三日月っぽくしたかったやろうけど、まあそこら辺が対応できてないよねって話。どうしようこれ、一旦使わんの届かんっぽいな。とりあえず、あ、え、使うの忘れたわ。あー、倒しちゃった、目の前のやつ。どうしようか、これ。これさ、もうカン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 しよったら倒せんじゃない。それで強くないとダメやろ。あー、強かった。強い、うん、強いわ、もう強いやろこんなん、もう最初から分かっとるやん。あ、もうこれこそ届かないね、多分。一応使って、ぶつかるだけぶつかっとこう、もう強いのは分かってんで、もう、うん、しょうがないよこんな、5ネタってね、弱いと5ネタってしょうがないレベルに生きてるんで、適当にちょっと暴れます。防御ダウンだけしてね、適当に暴れたら倒してくれるんじゃない、もう本当強いんだよね、適当に暴れるだけでいいっていう。おお、友情マジエグいんよな、これ。見た、取ってくれた、取ってくれたってどういうこと、すごっ。ああ、いいとこ移動してくれたな、これでもスタミナ倒せるから、これでもね、この友情はね結構範囲が広いし、これ防御ダウンしてないとこれやけで、ね、結局のところ正直。あと最後殴り見せて終わるかな。ハマるのもいいんやけど、もうとにかく強いわ。ね、ご覧の通り。もうぶち裂けれるかよ、こんなん。手のひら返すな。無理やろ、こんなん。使ってけろ。